小石です。今回は今までの回で紹介しなかったサイレン車両を紹介します。フランよ。得体の知れないおまけ車両もあるわよ。今回軸となるのはタイトルにあるように、東武鉄道8000系。鉄道模型で有名な加藤が製品化を決定した私鉄の103系じゃない。そうそう。あれ見てそういえば東武8000系って昔いろいろ作ったのに紹介していないなと思ったの。だから今回動画化したわけ。かなり無理やりなメトロ8000系とか作ってたわね。じゃあ早速紹介するよ。まずは東武8000系ツートン。胴体保存されている 8111F が一時期この塗装だったわね。そうそう。でデザインと配分はこれ。意外と再現しやすかったね。屋根の色は灰色なら何でも OK。 他の色も個人的にベストだと思った色を採用しているので、気になる部分がありましたら調整してご使用ください。次はセージクリームです。この塗装で活躍する東武の車両は昔の写真でよく見るわね。汎用性がありそう。デザインと配分はこれ。下塗りのままと言われてあまり評判は良くなかったらしいね。これ一色だけで走らせると大体東武っぽくなると個人的に思います。さすがに7万系あたりの最新の車両にそれは無理があると思うけど。次は普通のカラーの8000系です。2020年現在でも野田線とかで見るとそうね。さすがに東武顔では見れないけど。そうそう。でデザインと配分はこれ。正面にも水色のカラーが出てしまうのだな。ボディはクリームがかった白を使用。実写もこんな感じだったからね。でも少しクリームが強いなと思う方は白っぽくするように調整してね。2000年頃の 8111F としても使えると思います。次は試験塗装の緑です。亀戸、大試験で使用された塗装の復刻版ね。そうそう。でデザインと配分はこれ。単編成で走らせるのが良さそう。緑色に白のラインの車両ってあんまりない気がするわね。僕なら渋谷駅から熱田に移動した車両や京都で地域色になった車両やら色々いるのにね。次は試験塗装の黄色です。これも亀戸、大試験で使用された塗装の復刻版ね。そうよ。でデザインと配分はこれ。ちょっと明るめの黄色が特徴的だね。103系などで使用されるカナリアとはかなり違うわね。そうだね。昭和30年代に登場した試験塗装だけどかなり派手よね。東武がこの色を様々な車両に使用していたら、他の車両のイメージも今とかなり違ってきそうね。次は標準色です。亀戸線で運行開始した昭和30年代の標準色ね。そう。デザインと配分はこれ。実は先ほどの試験塗装黄色の配色を逆にしただけです。ブログでは紹介しなかった車両ね。あっちでは試験塗装緑が標準色扱いだったから修正しておきました。間違いがわからなかったんだよ。すまんわ。次はフライング登場です。東上線でかつてこの色をまとった列車があって、その復刻塗装の車両ね。そうだね。でデザインと配分はこれ。青と黄色の組み合わせは本当にいいね。黄色は103系カナリアでも使用する色に近いものを使用。意外と違和感はありませんね。590系にもこの復刻塗装のラッピング車両が出たから再現と思ったけど、590系自体の再現ができなさそうね。これで東武8000系の再現車両紹介は終わりです。次は8000系以外で再現した車両を2つ紹介します。まずは東武7800系です。1953年デビューの戦後初の独自設計による車両ね。そうよ。デザインと配分はこれ。セージクリーム一色が4両編成と4両編成があったから、このゲームでは連結した設定で最大6両までの偶数ならぴったりね。前に再現した1720系あたりと一緒に走らせたいわね。次は東武7300系です。標準色をまとった車両です。先ほど紹介した亀戸線を走る8000系のリバイバルカラーの元ネタみたいな感じですね。デザインと配分はこれ。デザインと車種が違うだけで使う色は同じです。屋根の色は大体で良いです。前に紹介した7800系の標準色として走らせるのも良いわね。割とこの標準色をまとった車両の種類は多いみたいね。細かい差を出せないのが残念ね。東武1万系あたりにこの塗装が似合いそうな気がしなくもない。次からはおまけです。東武8000系を色々見ているとあることを発見しました。なんとこの車両ステンレス車体で製造する構想があったようです。それでもしステンレス車体の東武8000系があったらみたいな感じで2編成作ってみました。再現車両でもなんでもないけどね。それじゃあと編成目を紹介するよ。まずはステンレス車体にセージクリームの帯を巻いてみたよ。これなら下塗りのままと言われないわね。確かに。そしてデザインと配分はこれ。今回また新しいステンレスの色合いを作ってみたよ。ステンレスの色が一色だけちょっと目立ってたりしなくて良いわね。そうだよね。ちなみにステンレスだけの無塗装にしなかったのは東急の車両に見えてしまうからです。しょうがないね。2編成目はこれ。青と水色の2色の帯をまとったのね。これは2020年でも活躍してそう。異端車扱いで早々廃車になってそうな気もする。それでデザインと配分はこれ。まあ前のセージクリームを水色と青にしただけね。それでもかなり印象が変わるね。伊豆の方を走っていると言っても違和感なさそう。たまに長津田や渋谷、木屋狩りでも目撃絶倒。完全に全面都市圏か池が危険。さて今回はこんな感じです。本当に東部発展系だらけで終わったわね。元からその予定だったし。今後再現車両紹介はこんな感じでピンポイントでやります。貨物列車や路面電車もやるかもしれません。バスやトラックは誰かに任せるわ。わからないので、この動画に関しての質問や何かリクエストがあったらコメントしてね。再現車両は具体的な車種をリクエストされても無理があるものも出てくる可能性があるからよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してね。次回予告未定。マジ感謝だわ。